はいどうも皆さんこんにちは、ピュアキングです。マリオメーカー2の動画を結構上げてるんだけど、だいたいみんなでバトルだよね。もしくは世界のコース。超久々にストーリーモードの続きやっていきます。コメントでね、ストーリーモードの続きをやってくださいっていうコメントがあったからやっていくんだけど、そのコメントをねくれた方ありがとうございます。そのコメントがなかったらね、俺やってなかったかもしれんわ。それじゃあパート9やっていきましょう。ちょっと久々すぎてどこまで行ったか全然わかんないんだけどとりあえずお願いを叶えていきまくればいいよね。よし、じゃあ次50番、難しさ3か。難しさが4のやつしたいんだけど、とりあえずチャレンジしていこう。一つでも避けるのが大変な腐ったキノコを大量に置きました。やべえな、あの毒キノコだろ、めっちゃついてくるもんね。これがスーパーキノコだったら取り放題なのに。どなたかこの腐ったキノコから逃げ切れるか見せてほしいです。任せろこのピオキングにな、そんなの避けまくってやるぜ。でも5機しかないのか。5機以内でクリアしてみせよう、見せて信ぜよう。さあこれは、あ待って、あこれちょっと待って、あちょっキノコ、キノコ待ってくれ、嘘待って、ちょっと待って、今クソ下手じゃなかった今。ちょっと待って、やり直しだ。よし、オッケー。でキノコ取る、そしてこのまんまね逃げよう。オッケー。でこのまんま右に行けば多分、あー待って、危ねえ、あー待って、しょうがない、今のはしょうがない。よし、これはキノコか。キノコがあるから優しいよね、結構。このまま行けばもうすぐゴールできるんじゃない。よし、オッケー。そしてジャンプ。よし、オッケー。でこのままゴールできるかな。オッケー。まあなぜか最初ちょっとね失敗したけど、うん、そんなに難しくなかったね。キノコがなかったらちょっと難しかったかもしれない。毒キノコしかないからな。あ、意外とお金あるで。あと1回したらどっか建てれるか見てみよう。とりあえず次の51番のお願いを叶えていきます。わしは今クッパクラウンの動きを研究しとるんじゃ。なのでクッパクラウンに乗ってコインを50枚取ってくれんかの。え、結構簡単じゃない。とりあえずクッパクラウンに乗ってコインを集めればいいだけでしょ。めっちゃ簡単じゃん。クッパクラウンはどこにあるんだろう。とりあえずキノコ取るか。キノコ取って、でこのクリボーを踏むか。クリボー、よし、オッケー。そしてこれを50枚集めればいいのか。まあ、そんなに難しくないよね。あと31枚か。まあ、ちょっとなんていうの、浮き輪とかドーナツの、浮き輪っていうのかな、これドーナツかちょっと分かんないけど、ちょっと邪魔してるけど、そんなに難しいもんじゃないぞ。であと13枚か。であと9枚。さてここら辺で9枚集まりそうだな。よし、 OK。 でこれで全部か。そしてゴール、 OK。 この調子でねどんどん進んでいきましょう。で60枚で210枚かプラス。じゃあね、次何か建てれるかちょっと見てみようか。東館の砲台は完成しましたと。どんどん見た目がなんかこう白っぽくなってるよね。親方は、親方はこの子でいいかな。そして新しく作れるものが増えた。あ、本館の屋根作りたいな。よし、本館の屋根1500ゴールドいるからそこまでね貯めようか。52、暗闇のリフト、かすかな光を頼りに暗闇を進むアトラクションが登場。目の前に何が出てくるかやってからのお楽しみ。クリアできたらご褒美だ。絶対ご褒美くれないよね。コインしかないやん、ご褒美って。もっとなんかいいご褒美欲しいよね。さて、あ、暗闇か。結構こういうの苦手だな。結構ね、俺先に行っちゃうタイプだから、こういうのが来たらね、ちょっと苦手なんだよね。
死にそう死にそう。よし、オッケー。待って待って、難しい。待って待って、さっきのさ、毒キノコが星3だったやん。これ星2だったよね。こっちの方が難しいんだけど。よし、じゃあ次に。うお、待って待って、危ねえ危ねえ。よし、オッケー。さっきからボスンボスン言ってるのはこいつらか。あ、危ねえ。おー、焦った、マジで。オッケー、待って、これ来るでしょ来るでしょ。あ、待って待って、あー先に行っとかなんか今度は。そしてね、次は右に行かなきゃいけない。よし、オッケー。で、羽を取ろう。オッケー。そして羽を取ったらね、2回当たれるから、これでちょっとね、気持ちにも余裕ができた速攻かよ。あ、待って、危ねえ。よし、オッケー。で、次は、次はもうゴールがあってほしい。そろそろね、ゴールが来ると。あ、50、待って、あの50めっちゃ欲しいんだけど。あの50めっちゃ欲しいな。あー、ダメだ、取れる気がしねえ全然取れる気がしねえ、あれで、ゴールね。はいはい、これで1500ゴールドまでは多分ならないよね。220ぐらいいるのか。次か、次に立てよう。もう一回お願いを叶えようか。53、難しさ3か。壁キックでやり過ごせ。知っているかい、壁キック。壁をスリスリしながら B、 失敗したら奈落へ GO、 穴の底は地獄だぜ。とりあえず壁キックね。壁キックは結構得意だけど、 3D の壁キックはね、苦手なんだよね。でもこのマリオはスーパーマリオ U だから結構得意だぞ俺は。そして先の土管に入る。そしてこのまま OK。 まあまあそんな難しくないよねこれは。そしてこれを取るか。このアイテムを取ろう。キノコがあるね。よし、でこのまんま耐久して OK。 で OK。 そして10番を取ろう。10番、10コインか10番じゃねえや、なんか背番号みたいに言ったけど OK。 これ上にいすぎても多分死ぬでしょう、おそらく。ちょうどいいところにいなきゃ多分ね、死ぬと思うんだよね、置いていかれて。スネークブロック、スネークブロックが壁キックの壁の役割になってくれるのか。いいね。これはどうしよっか、これ難しくね。こう左行く人すげくね、なかなか。ちょっと俺にはそんな技術はね、まだなさそうだ。 OK。 結構このコースコインがあるからたまる、結構。そして左、右。そしてゴールではなさそうやったけどね、と思ったらゴールあったわ。そしてゴール、結構たまった、68コインもたまったわ。プラスさっきの200コインがあるから結構たまるよねこのコース。これで本館の屋根が建てれるぞ。じゃあ早速親方に頼んで建てていきましょう。1500コイン、オッケー。結構ね、時間かかりそうだよね。5、お願いを5個叶えたらできるのか。そして次はね、右の屋根も建てたいよね。本日は全国的に曇り空、そしてなぜか太陽が襲ってくるでしょう。雲を乗り継いで逃げ切れるでしょうか。襲ってくる太陽ってなんだか素敵な世界。いや、怖えやろ、普通に怖えだろって話だよね。太陽が近づいてきたら逃げるにも逃げれんもんね。太陽ってあいつだよね、絶対左上とか右上に常駐してる。そう、こいつ、あいつだ。あいつはマジでタチが悪いんだよな、すぐ攻撃してくるから。あんな太陽あったら嫌だよね。よし、 OK。 でさ、スーパーマリオブラザーズ3だったっけ、このスキン。この3のスキンの音楽ってマジでめっちゃいいよね、超好きなんだけど。俺音楽で一番好きかもしれん、このスーパーマリオブラザーズ3のスキンが。よし、 OK。
で、このまま、あ、危ねえ危ねえ危ねえ、よし、危ねえ。これ、いけるの？ちょっと、Pダッシュするか。Pダッシュしていこう。なんか、あれに乗ったら俺死にそうやわ。そして、土管に入って、あれ？あ、来るのか、雲が。雲が来てからの、これ落ちたら死ぬやつだ。うわー、怖っ！怖っ、これ、難しい。あ、いや、そんなに難しくはない。よし、オッケー。これ取れるかな？よし、オッケー。これをきっちり取っていこう。お金はね、結構いるからね、このストーリーボードって。オッケー。そして次、これも取るか。ここのコインもしっかり取っていこう。あ、まずいまずいまずい、これまずい、やばい、早く雲よ、早く来てくれ、早く早く、あー、ちょちょ、よし、あー、ちょっと、よし、オッケー、待て待て、あー、あぶねー、よし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 、この雲にちょっと乗っておこう。あー、死んだかと思ったわ。こんなね、こんな簡単なステージで俺はね、死ぬわけにはいかないんだ。ストーリーモードでは死ぬわけにはいかないんだ、俺は。そして、これは、こっか。結構このコース、コイン溜まるね。85だもんね。で、ゴールしても多分10コインぐらいもらえるんじゃなかったっけ。よし。そして、ここで、あー待って！ 10 コイン欲しかったな。そしたら100コインいけたんだけど、91でしょ、101になったんだけど、101匹ワンちゃんのように101になったんだけど。で、本館の屋根1個か。よし、それじゃあもう1個やっていきましょう。難しさ4ってなかなか現れないね。あ、ある、なんかパタメットを乗り継いで、めっちゃ面白そうなんだけど、ちょっとね、ここはしっかり順番を守っていこうか。のこのこ川は世界一、何でも全て蹴散らすぜ、3回ぶつかりゃ壊れれます。そうなる前に L を反対に。 OKOKOK、 のこのこカートっていうのか、これめっちゃ面白いよね。これに乗るステージはなんか疾走感があってめっちゃ好きなんだけど。よし、 OK。 で、このまんま蹴散らすんでしょ、いけー、よし、で、このままジャンプ、いいね、しかもキノコも取れた。で、バネがあって、よし、ジャンプ。このコースね、ほんと楽しい。よし、OK。 そしてまたバネで、3回まで大丈夫ってことでしょ。3回も当たりたくないけどね。よし、いいね、いいね、いいね。あー、すげえ、あの隙間もいけるんだ。1回も当たらないでいくぜ。一回も俺は絶対当たんで、のこのこかを無傷でゴールしてみせる。あっとか言いつつ、しょっぱなじゃん、これ。これ何もジャンプしなくていいのか。これジャンプで避ける。そしてジャンプ。いいね。そしてここジャンプ。ジャンプ。よし、オッケー。いやー、楽しいな。無傷で行きたかったけど、一回当たってしまったか。いや、久しぶりにストーリーモードを進めると楽しいね。だからコース選びに迷わなくていいし、なんかどんどん叶えりゃいいという、なんか作業っぽいけどね、作業っぽいけどめっちゃ楽しい。城がどんどん完成されていくのもね、めっちゃ達成感あるしね。はい、それじゃあ今日はね、ストーリーモード9、久々だったけどこの辺で終わります。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。それじゃあね。